まあ、この2人ちょっと似てるタイプなので意外と似てるタイプってやりにくいんですよね。ああそうですか、うん、自分がしたいことをやられてしまうとか。ですからその両者実績も経験もある小林とそして若手のホープ渡辺里美。現在この準決勝第1試合は小林から2ゲームス2-1、現在第4ゲームに入っています。ここで前に落とすがダウンという、今のもほんの数ミリぐらいでしょうか。そうですね、はい、ボール半個分ぐらいですかね、ここはロブを使って時間を作る渡辺。今度は叩いていく。小林もストレートに返しているが、これはレッドになりました。ですね、今の渡辺がボールを打とうとした時にちょっとあのラケットが小林の体にかすったんだと思います、うん、はい、ですからこう選手の体同士の接触だけではなくてラケットを振ったら当たってしまうような場合もレッドになるんですね、はい、そうですね、レッドであったり場合によっては あの邪魔したということで、なるほど、はい、点数取られてしまうこともあります。要は近づきすぎたということですね、相手に。打ったら早く逃げなくちゃいけないっていう、なかなか忙しい。そうですね、しかもこう、はい、選手がこのコートの中でずっと動き続けて、はい、これを3ゲームから場合によっては5ゲームを行う、はい、大変な運動量ですね。そうですね、あ、珍しいです。今は壁のギリギリのボール、はい、やっぱちょっと迷いがあるような気がしますね。そうですか、落としているが渡辺のストレート、ローストショットで前に落とそうという渡辺にミスが出ました。今のは渡辺はちょっと打った方が良かったですね。当然その瞬時瞬時のどこにどう打とうという判断、うん、これが求められるんですね。ここはノーバンで打っていく、小林が相手を振る、追いつけません。さあこのゲームは小林がリードをしています。ああ今はストローク2小林、ね、ボールが内側に来た時に、まあ、あの渡辺選手がそのボールのすぐそばにいましたので、まあ、小林選手がもう構えた時に小林選手のスイングの中に入っていたという、うん、まあ、ちょっとラケットが当たったのかもしれませんね。少しこう顔鼻のあたりを押さえています、はい、5-2 となりました。ですから渡辺としますと今ゲームカウント1対2で劣勢ですから引き離されたくないところ、うまく落とした。今はノーバウンドでピンのギリギリ、うん、渡辺選手ボレーカットが前よりあの多くなりましたね、はい、うん、なんであの攻撃力がちょっと出てきたと思います、うん、おっと今のも入りましたね。おお、そうですか、はい、4-5。あれもリスクのあるショットですよね。そうですね、で結局前の壁と横の壁の間にもコーナーがありますので、そこにボールが入ると今みたいなバウンドすることがあるんですね。さあここは渡辺のナイスショットが小林のミスを誘ったでしょうか。5-all、渡辺が追いついています。ストレート、渡辺が攻めているか、今度はギリギリに切り返す、どうだ。今のはレッドですか。レッドですね、まあ、ちょっとボールが浮いてた感はありますので、はい、まあ、レフリーは小林選手が取れるだろうと判断をしたんだと思います、うん、前に落としていく長い距離、ボーストショットから前に落とした渡辺。今のはいいショットだ。今ちょっとクロスドロップの構えをしたので、はい、一瞬小林が遅れましたね、うん、
ここは一番下の部分、ティンという部分に当たって金属音が響きました。ですから渡辺の7対5、このゲームを渡辺が取りますと2ゲームソウル、ファイナルゲームへともつれ込みますが、どうでしょう。あ、小林のショットノーバウンドでこちらもギリギリ、渡辺の7対6、強いショットで相手を振る。これはどうだ、よく拾っている。今度はストロークという渡辺判断、今は小林が渡辺を妨害したという判断で渡辺にポイントが入ります。8対6、ここ切り返す渡辺、よく拾っている。小林も追いかけるが、ここは取れない。吉田の声、今のはもう打つべきボールを打ちましたね。ですからこの中継をご覧の皆さんも両選手の場所と、そしてボールが今どこにあるか、その辺の位置関係も注目いただければと思います。相手に、あ、これはどうなったでしょう。まあ、今のはもう渡辺の目の前ですから本人も分かって、小林のポイントです。はい、渡辺の9対7、ポイント小林で、小林のサーブに移ります。ここはロブで時間を作るが、両者が当たりました。さあ、やはりこのゲームの終盤というのは1ポイントずつのこう重みが増してきますね。そうですね、今のも絶対止めなくちゃいけないボールではないんですけども、相手に対するちょっとプレッシャーっていう意味でもあって止めたんですね。それがいいボールだ。やはりそういった意味ではこう心理面、はい、メンタルの強さというのも必要でしょうね。大きいですね。ここで一本小林が返して9対8、ここ非常に重要なところです。小林は追いつけるか、引き離せるか。渡辺ストレートの打ち合い、目まぐるしいラリーが続いている。ストレートに振った、少し時間を作るが、今度はロブを打って、しっかり逃げました。アンダーしっかり渡辺が逃げボール打った後の小林のミスが目立ちますので、やはりちょっと小林ちょっと点数欲しいのかもしれません。あーっと、今はノーバウンドで取りに行った渡辺、今のミスはここで今のミスはきついですね。先ほどもそうなんですけど、はい、やはりこうゲームボールを握ってしまうと、どうしても点数欲しくなるんですけども、イージーミスは一番やっちゃいけないことなんですよね。ただ渡辺にとってはこの第4ゲームは2回目のゲームボール。さあ、ミスが許されない中で攻めることができるか。レッドになりました。いやー、ここで止めるのは小林さん、本当点数欲しいみたいですね。つまりこのゲームでも締めたいという気持ちが強いでしょうね。はい、依然としてゲームボールですから、渡辺があと1本というところでしたがミスになりました。10対10。さあ、ここからは2ポイント離した方がゲームを取ります。小林が取れば勝利、決勝進出。渡辺はファイナルゲームに持ち込むことができるか。前に落とす、渡辺を拾っているが、小林のコントロール、振っているのは小林、渡辺は返しきれません。今はラリーの主導権は小林にありました。そうですね、確実に振られましたね。さあ、ですからこのゲーム11対10、小林が逆転をしてあと1ポイント取れば勝利というマッチボールを迎えています。渡辺は踏ん張れるか。11対10、小林美咲マッチボール。
きな声を上げた渡辺です。11対11追いつきました。さあ次の1ポイントがどちらに入るか。サーバーは渡辺。前に落とす。拾っているが攻めているのは渡辺。一旦ロブで時間を作った小林、ミスが出ました。12対11小林がリードして、この試合2度目のマッチボール取れるか。どうだ、レッドとなりました。このポイントで試合を締めたい小林美咲。マッチボールは続きます。前に落とす。どうだ、ここもレッドになりました。さあお互い丁寧にボールをつないでストレート。小林がマッチボールを迎えた状況でレッドが続きますが、やはりここで1本取り切れるか。渡辺選手ちょっとイライラしないようにしないといけません。はい、イエスです。これは小林のショットが下のティンの部分に当たりまして、ポイント渡辺12対12、うん、よく我慢してますね。しっかりいいボールをきっちり打ち続けないと、まあ、先ほどのように簡単なミスをしないことです。正面の壁の一番下の金属の部分をティンと呼びます。ここに当たるとアウトになります。今のように金属音が響きました。ここでミスが出てポイント小林。小林美咲にマッチボール。前に落とす。拾っているが。ストロークトゥ小林。ストロークトゥ小林の判断です。ですから最後のポイントは小林に入りました。接戦となりましたが勝利を奪ったのは小林美咲。7年連続この全日本選手権決勝進出を決めています。